皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ニコリンゲーム正直屋のニコリンです。今回のレスリーは久々に自分の気持ちを正直に語る動画というところになっていますので、苦手だっていう方はごめんなさい。今回はブラザーバックよろしくお願いいたします。何を語るかというところなんですけれども、こちら予告、夏田瑞希田アトリエ様は2024第4弾レジェンドフェスについて語っていこうと思います。よろしくお願いいたします。で、何を語るかっていうところなんですが、今回の水着イベント、めちゃくちゃ力入れてるっていうね、前提があったと思います。で、キャラクターも確かにめちゃくちゃすごいし、可愛いし、面白いしっていうところはあったんです。で、今回イベント期間めちゃくちゃ長いですよね。そんな中で出てきたキャラクター、水着レスナー、水着ライザ、水着バレリア、水着クラウディアっていう感じで2、1、1できました。で、私以前の動画でこんだけ期間長いんだったらシークレットキャラクター発表していないキャラクターあるだろうというふうにめちゃくちゃ期待してたんですよ。そしたらこれ見てください。 SSR またの約束、自身がアタッカーの時クリティカルダメージプラス 10%。 あ、これ性能はめちゃくちゃ強いと思いますよ。これが無凸だった場合ですけど、貫突したら例えばクリティカルダメージプラス 85%ということで、鳥獣に抗えとかみたいにマックス 85%、 しかも属性縛りなくアタッカーで使えるっていう感じで、今までのクリティカル何だったんだっていうぐらいやばいもんができるんですよ。まあ、これが物理も魔法も関係なく装備できるってなったら、もうこれ貫突しちゃったらあれでしょ、もうロマン大舞踏大会これだけでいいっていうことになり得るってことでしょ。すごいメモリアだよね。ただ属性クリティカルって、例えば仏光とか魔光どちらかが 31.25% っていうメモリアなんですよ。この SSR メモリア、さすがに仏光魔光両方 31.25% なんていうやばいことはしないと思う。しないと思うので、仏光魔光が 20% 台だと思うんですよ。さすがにね。なので、最終的なダメージ出すなら、各属性のクリティカルダメージメモリア、それ以外に超安定して出すなら SSR またの約束っていう風な感じに調整してくると思います。じゃないとマジで何だったってなるからね。それは思います。これが本当にその通りの性能ならめちゃくちゃ強いんですけど、今回言いたいのはそこじゃないんですよ。ここです。注意事項見てください。オンガチャのピックアップは SSR メモリアまたの約束のみのため、ピックアップ選択機能はございません。つまり何が言いたいかって言いますと、今回のガチャメモリアだけなんですよ。マジかって感じだよね。その代わり強いメモリア出すからみんなガチャ引いてねっていうことだと思うんですが、確かにロマン大舞踏大会とか報酬変わって石もらえるようになったし、特定スコア出すためにはこれがあったら楽だよっていうのはわかるんですけど、ついにキャラクターが出なくなるガチャ来るかと思ってちょっとびっくりしましたね。まあ水着なんで確かに新しいモデリングとか新しい衣装とかっていうところでめちゃくちゃ大変なのわかるんですけれど、次執念ですよね。執念までにこのままガチャがどんどん縮小していくっていうのはどうなんだろうと思ってしまうわけです、一ファンとしては。ちょっときついこと言ってるかもしれないんですけれども、ただのユーザーなんでね、申し訳ないんですけど、ただこればっかりは1周年に向けて力を蓄えている段階だっていう風に俺はポジティブに捉えたいなという風には思ってます。でも周年誰が出るんだろうね。だってレスナバレリアも使っちゃってんだよ、ダブル主人公。ってことはまあザスキア師匠が満を持して登場するとかその辺じゃないかなと濃厚的には思うんですが、ちょっとそればっかりは分かんない。そしてもう一個、予告イベントアトリエ様2024ザクザクビーチで宝探しっていうものも来ますね。こちらに関してはアトリエフェスガチャチケットや一部の星3キャラおよび星2星1キャラのピースを交換所に用意していますというものと、経験の飴さん、各色の光玉さんというふうにはなっています。まあ一部の星3キャラおよび星2星1キャラのピースっていうのが、これ誰のこと言ってるのかは見てみないと分かんないです。
ただアトリエフェスガチャチケットでしょ。ちなみにアトリエフェスガチャチケットなんですが、レスナ、ライザ、ユーディ、マリーのピックアップがここに書いてはいるんですが、見てください、ピックアップなしのアトリエフェス開催っていうことで、影響割合見てみましょうか。このガチャの対象って初期キャラなんですよ。だからあのイベントでアトリエフェスやるよってなって手に入れても、これらのキャラクターが手に入る、まあこれらのキャラクターを全部ピースを貫突してるよっていう方は本当少ないと思うので、まあ引いて手に入るっていうのは嬉しいは嬉しいんですけど、星3の一部ピースっていうの次第だと、あれあんまりガチャとかピース的にはやっぱ新しいキャラのはもらえないのかっていうイベントになっちゃうのがちょっと怖いなと思いますので、それに関してはどういう状況か明日楽しみに待ってみたいと思います。まあもちろんね、この中にも使えるキャラクターっていっぱいいるし、初期の頃支えたね雷レスナーとかもガンガン強いし、今ユーディもね前も言ったんですけど評価上がってますので、それらのキャラクター手に入れた場合はいいんじゃないでしょうか。まあ雷レスナーに関してもね、限定のクリティカル付与とかがなかなかできない場合とかにはめちゃくちゃ役立つしね。ここまで見てくださった方におまけというところで、5日目ログインのチケット残ってました。まあもう水着クラウディア追って追って引いちゃったんで、このログインチケットどうしようかなと思うんですが、最後ここまで見てくださったね、正直動画見てくださった方のというところで、おまけガチャ10連でお別れしたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは楽しんでください。さあおまけのチケット行きたいと思います。ワンニッコリのバレリアからでした。まあさっき第4弾はメモリアのみっていう文言を見せたと思うんですが、お白パワだ。これ第5弾がないとは言ってないんだよね。もしかしたら第4弾メモリアからの第5弾で本当にシークレットが来る可能性もまだあるんじゃないかと俺はまだ思ってます。まあその代わりメモリアがめちゃくちゃ強くて、このメモリアでガチャで終わりっていう可能性ももちろんあるんですけど、そればっかりはねレスレリ運営さん信じながら明日を待とうと思います。さあ今のところ結果は何もないですが、白ポアなので誰かを送る。おーマジか、持ってる、持ってる。でもめっちゃ強いからね、学園レスナーです。ボイス切ってた、ごめーん。シュールすぎる、音がねえとごめん。めっちゃシュールだ。ということで学園レスナーゲットです。まあ学園レスナーはもうね貫突してます、ピースも全部揃っているので、今回のガチャは本当意味がなかった可能性はあります。まあ50もらえるからいいけど、なんとか溢れたピース何かに使えるようになってほしいよね。ということでご視聴いただきありがとうございました。今回はね正直に思ったことっていうのを挙げてみましたが、今後もね少しでもレスレリが楽しめるような動画上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで久々の正直動画でした。お気を悪くされた方ごめんなさい。またお会いしましょう。またね、バイバイ。